こんにちは、学芸員の展示場ガイドです。今日担当しますサイエンスガイドの愛坂です。よろしくお願いします。今日説明を担当いただくのは斉藤学芸員です。どうぞ。はい、こんにちは、斉藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、斉藤さん、はい、で今日説明いただける展示はどれですか。これ卵乗ってるでしょ。乗ってますね、卵、うん、お皿に乗ってます。これを回すんです。いや、これ回るんですか、これ。このスイッチを押すね。スイッチ押す。はい、スイッチあります。押すよ。はい、押します。だんだんだん、ほら、動き出した。いや、ほんまや、回り始めたけど、うん、でもうちょっと待ったか、もうちょっと勢いよく回るよ、うんうん、いや、すごいすごい、早、うん、なってきた、早なってきた、どんどん回るんですね。回ります。いや、でも、いや、なんで回るんですか、これ、スイッチ押したら。不思議やろ。不思議です。実はね、この卵はほんまも違うんです。あ、これ違うんですか。どうでできてるの。え、これ銅なんですか。銅、金属の銅。はいはいはい、金属の銅、10円玉の銅。でこっちに赤、緑、黄色ってありますか、はいはい、これはですね、電線ぐるぐる巻いたんです。でこのスイッチを押した時に電気が流れて、ちょっと待ってくださいね。この輪っかが電線巻いてある。電線巻いてある、はい、あ、コイルってですね。はいはいはい。でコイルに電気を流したら電磁石になるでしょ、はい、習いました、それ。電磁石、はいはい、で磁石になってるんです。磁石になってる下がでね、はい、またややこしいことに、ね、この電気がね、普通の電池の電気と違うんです、はい、違うんですか、うん、この輪っかに流れる電気。ちょっとややこしいけど、三相交流でね。三相交流、ちょっとやらしいってちょっとややこしい電気なんですよ、はいはい、なんかそうするとね、普通の電磁石と違うんです。だからどう違うんですか。磁石がね、こうこのコイルのぐるぐるぐるっとこうぐるぐるぐる回ってるような磁石に。そんなんできるんですか、三相交流って使ったら。そういうようなことになってる。ほいで、はい、ほいで磁石が動くとね、磁石が動くと銅に電気が流れる。はい、習いました、それ。で銅も磁石になる。磁石になる。で磁石と磁石で動きよると。すごい、磁石と磁石で、ね、うん、真ん中のが回る、うん、すごいね。ここにね、プロペラつけたらね、ぐるぐる回るでしょ、ええ、これ、あれ、扇風機。え、あの扇風機のあそこの根っこのとこはこれと一緒なんですか。一緒、これと一緒なんです。いや、すごい、いや、知らんかった。知らんかった、うん、知らんかった。これね、これで水槽ぐるぐる回したら、朝やったでしょ。朝、洗濯、洗濯機、これ洗濯機、これ、これ、え、こうやって回ってんの、あの、あれって、すごい。で、洗濯機分解したらね、うん、あんなんですよ、あんなん。え、あれ、あれって、あのモーター。そう、モーター、あの真ん中がね、はい、卵の代わり。あれがたも、え、あのモーターってこの卵と同じ、そうそう、こういう仕組みで回ってるんですか。それから洗濯機とか扇風機の中に、はい、こんなんが入っとん。いや、すごい、面白いでしょ。面白い。これを押したら扇風機とかね、うん、あの洗濯機思い出してもたない。いや、すごい。いや、これすごいですね。で、さっき言ったこの磁石が動いたら、この銅が動くっていうのはね、はい、ちょっと隣の展示でね、磁石っていうのがあってできるのがあるんだ。あ、またそれもやってみてください。そういう別の展示もあるんですか、はい、いろいろつながってるんですね。皆さん、聞かれました。ここに来たら、ここって大阪市立科学館です。こういろいろ面白い展示があるみたいです。さあ、皆さんもぜひ大阪市立科学館に来て科学の展示を楽しんでください。楽しいですよ。そしたら、さよなら。